川辺ダムのこの計画についてでございまして、先の内閣委員会でも質問させていただきました、この川辺ダムのこのダムの計画について、まあ、球磨川豪雨災害、令和の2年の7月にありました。でこの災害を受けて新たな河川整備計画が策定されて、流水型の川辺ガム川辺川ダムを柱とする治水対策が進んでいると。ただ被災者を含むですね、地域の皆様、住民の皆様、市民グループの皆様からはこの豪雨災害の検証がずさんであり、まあ、必要な対策が実施されないと、川辺川ダムありきで、全て進められているのではないかという、まあ、根強い、不安や懸念、疑問の声が上がっています。本日もこの点ですね、地元の声に基づいて、正したいと思います。でまず第1点でありますけれども、この豪雨災害犠牲者に関するですね、市民の皆さんが実施した詳細な調査があります。それぞれ亡くなった経緯について、内水氾濫のメカニズムとか避難ルート、あるいは震災経過の状況などを明らかにしています。で、まあ、その調査はこの本にもまとめられているんでありますけれども、岡田由紀子参議院議員中心にしてですね、50人の歴史者の調査を丹念に実施をされましてですね、どうして命を落としてしまったのか、洪水の状況などが詳細にまとめられています。私はですね、こうしたレポート調査というのを、まあ、ぜひですね、この河川計画、河川整備計画のベースにすべきと考えているんでありますけれども、まあ、この調査、市民の調査について国交省どういうふうに把握をしているのか、どう評価しているのかお聞きします。大臣、よろしければお願いします。ちょっと待ってね、どなたが答弁いただけますか。委員長。国土交通大臣。大変失礼いたしました。令和2年7月豪雨による球磨川流域での氾濫につきまして、ご地元の方が調査を実施し、その結果を取りまとめ出版物などとして公表されていることは国土交通省としても承知しております。その中で支線の山田川や前川の氾濫水が人吉市市街地で局所的に集まり、急激な増水や激しい流れを引き起こし、人命が奪われたことなどが整理されていると認識しております。発災後、九州地方整備局では速やかに熊本県とともに流域内の12市町村長から構成される令和2年7月球磨川豪雨検証委員会におきまして、氾濫現象の解析や洪水流量の推計などを行いました。そのための基礎情報として水位計やカメラ映像、沿線住民の証言、氾濫水の痕跡などにつきまして、国や県が保有するものに加え市町村からも提供いただき、地図上に時系列で浸水状況を整理するとともに、洪水で亡くなられた方の状況なども把握いたしました。また本線支線一体となった河川の水位計算や氾濫シミュレーションを数値解析を用いて行い、整理把握した基礎情報と照らし合わせることで現象の再現性について確認を行ったところでございます。こうした検証につきましては、検証結果につきましては、球磨川水系河川整備計画の策定にあたって活用する際、球磨川水系学識者懇談会において改めて専門的観点から確認をいただいております。このように客観的技術的に令和2年7月豪雨の検証を進めてきておりますが、委員ご指摘の調査を実施されたご地元の方には、この検証結果について十分にご理解いただけていない点があると認識しておりまして、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。山崎委員。申し訳ないんですけどね、それは分かってるんですよ。それとこういう調査があって、ね、今大臣もねお認めになりました。齟齬があるんですよ。大いに齟齬があるんです。で、地元の皆さんはこれ丹念に200人以上にねヒアリングをして、2000以上の写真や映像データを分析してるんですよ。これ現場の事実はここに詰まってるんです。それと皆さんが開いているその調査のデータ、
証拠があるから、そしてそれは、ね、机上で皆さんが専門家と称している皆さんの分析とどっちが正しいか、まあ、それをねきちんと検証してもらいたいというのが現場の声なんです。大臣も今ね証拠があるってのはお認めです。ぜひこれもう一回ね一つ一つこの検証結果をベースにしていただきたい、もう一回見直していただきたいというのがここでのお要望です。で具体的にですね、山田川だとか前川だとか川内川など、まあ、支流の氾濫の発生のメカニズムについてこの調査からもさまざまなことが言われています。まあ、時間がありませんので山田川の事例だとか前川の事例たくさんあるんですけど、国交省が出している事実が誤っていると、それが具体的に例えば写真などでも示される、そういうケースがたくさんあります。で例えば資料1お届けをしていると思いますが、見ていただけるとですね、この支流を襲った豪雨によって、まあ、全ての支流が、まあ、一斉に氾濫しているんです。国交省のですね説明は、おおむねバックウォーターが原因、バックウォーターが支配的な要因だと、まあ、そういう説明をずっと繰り返しているんですよ。しかしながら地元のこういう分析を見ればですね、これバックウォーターだけではない、バックウォーターがですね支配的とは言えない、氾濫の様子というのが明らかになるんです。合流点からのですね、例えば距離だとか水流の向きだとか水量だとか水の勢いだとか、まあ、そういう検証を一つ一つやっていくと、バックウォーターで全部説明しようというのは無理なんですよ。これね、国交省どういうふうに分析をして、国交省はこのバックウォーター以外の要因についてはどういうふうに把握をしているのか教えてください。広瀬水管理国土保全局長。お答え申し上げます。支線の本線の水位が高いことで支線が合流、支線の流量が合流、支線の洪水が合流しにくくなる、いわゆるバック現象、バックウォーター現象が本線に合流する支線の下流部のところで卓越してきたということで支配的だという説明をさせていただいていると思います。一方で委員ご指摘のように川内川の支線においてはですね、このバックウォーター現象に加えて上流域での大量の雨による河川の増水であったりとか、いわゆるその河川の増流増水によるいわゆる受降流というものであったりとか、土砂の埋束によってですね氾濫が生じたということはですね、これは熊本県の調査でも明らかになってございますし、私どもも、今段階等で検証させていただいているところでございます。山崎議員、今重要なお話がありました。国交省にはですねバックウォーター以外の理由分析、その具体的な内容を明示した行政文書をこの委員会に提出していただきたいと要望いたします。委員長取り早からお願いします。理事会で協議いたします。次、さまざまあるんでありますけれども、熊川、川辺川の合流点より上流でですね、大きな発生洪水が発生していないのに、この第四橋梁というのがダム化をして、その以前にですね、洪水が発生をしているという、そういう地元の皆さんの声が上がっています。そしてその発生状況というのを見るとですね、非常にその破壊力のある鉄砲水が発生した痕跡がある。で資料の2を見ていただくとですね、この球磨川の第四橋梁というのがダム化したために、水がですねせき止められて氾濫をしているという様子が、この分析結果から明らかになっています。まあ、このですね、様子というのを地元の皆さんさまざまな検証をして指摘をしているんでありますけれども、まあ、国交省はこれをなかなか認めようとしないということであります。この第四橋梁のダム化についてはどのように把握していますか。広瀬水管理国土交通保全局長。お答え申し上げます。
平成2年7月豪雨の際に球磨川第4橋梁がダム化して水圧がかかったことにより橋梁の流出に至り、下流に流れる流量が一気に増加したことによる増加したことがあったのではないかというふうにご指摘があったと思っております。仮にそうした現象が発生した場合には下流で急激な水位上昇が発生するのが一般的でございますが、球磨川第4橋梁の下流約 4.7km にある水位計の観測データではそうした水位変化は確認しておらず、下流に急激な水位上昇を伴うような現象が発生した可能性は低いという認識しております。このような国土交通省の見解につきましては、球磨川水系河川整備計画にあたり、球磨川水系学者懇談会においてお示ししているほか、水位計のデータについても八代河川国道事務所のホームページで公開しております。なお人吉市街地の氾濫域の広がりや浸水死については数値解析を用いて河川の水位や氾濫シミュレーションを行い、整理把握した基礎情報と照らし合わせることで現象の再現性についても確認を行っております。すいません、私最初の答弁のところで令和2年と呼ぶべきと平成2年と呼んだようでございます。大変失礼しました。令和2年と訂正させていただきます。先ほど山崎委員からですね、資料請求がありましたけども、失礼いたしました。政府においてしかるべき措置を取っていただきますようお願いします。山崎委員。今ね、お話がありました。水位計のデータを元にして、このダム化はないんだっていうのを主張してるんですけど、一つはですね、この水位計が本当に機能していたのかと、これ何度もこれ疑問が湧いています。まあ、ホームページでもいろいろ説明がね追加されて、私からの質問もあったので、まあ、そういうことなのかもしれませんけど、これ資料3を見ていただくとですね、いかにもこれ水位計壊れてる。水系その測定をするですね、先端についている機器がもう本当に取れてると。これ写真がねもっと明確になっていれば分かるんでありますけど、どう見てもそうなんですよ。で、地元の皆さんはこれを見て、こういう状況を見て、このダム化のことをもっとちゃんと分析してもらいたいと、ちゃんと検証してもらいたいって言ってるんです。皆さん、このね、まあ、この測定記録をもう一回、そしてこの機器がですね、この水害の直後どうだったのかと、これね、14日の写真は出てくるんでありますけれども、もう10日も経ってからの数字ではなくて、写真ではなくて、この直後の様子を教えていただきたいんですよ。これもぜひ国交省、必要なですね、資料を作って提出をいただきたいと思います。直後この水位計が本当に機能していたかどうかです。で、異常値が出てもですね、それはそのままこれ測定記録として出すよと、そういう注意書きまでこれついていますよ。本当にね、そのこの緊急危機管理型の水位計が正しく動作してたのかというのは、いまだに私は明確になっていないと思います。まあ、それも合わせてですね、先ほどの第4橋梁のダム化ということについては、改めてですね、地元の皆さんの主張などにも耳を傾けて、きちっと検証すべきです。まあ、こういう資料2にあるような状況が発生しているのが事実でありますから、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、強く要望させていただきます。水位計のデータについても、管理記録や当日の水位計の様子が分かる資料をお出しをいただきたいというふうに思います。それから、こうしたですね、さまざまな洪水氾濫のメカニズムについて、疑問が呈されています。まあ、そういう中でですね、国交省との議論の中では、川辺川ダムができれば、まあ、こうした洪水は発生しないと、洪水の抑止効果は高いんだということで、一辺倒でございます。これ大臣にね、ぜひ聞いていただきたいんですよ。で、ダムが効果を発揮するのは、あくまでもダムの上流部に特定の雨量が降った場合のみの話です。で、2020年この豪雨災害の時、雨量が多かったのはダムの上流部分ではなくて、はるか下流の球磨川中流域、その支流、あるいは球磨川の本流の上流部です。短時間に激しい
雨が降って谷や山が崩れて、そして支流はいち早く氾濫いたしました。古生のね、この川辺ダム、川辺川ダムができれば氾濫を防ぐことができるっていう、その主張の前提はこの現場の事実を無視をしている。これは私は重要な問題だと思っています。川辺川ダムありきではなくて、住民の命を守るためにね、何が必要かという視点で原点に立ち戻ってですね、現場の事実を踏まえた検証を進めるべきだと。地元の皆さんは国交省が進めている検証は机上の空論だと、数値計算に過ぎないって言ってますよ。気候危機の影響で毎年のように各地で記録